ちは、グリッドデザインの藤井です。同じくグリッドデザイン小東です。ですね、今日はですね、今度グリッドから出るこのギルタイプのルアーなんですけど、これね、この平べったいやつ、これを開発したのは小東君なんですけど、ちょっとどんな使い方でこのルアーができたかちょっと聞きたいんだよね。これどんな感じで、イメージは何？まず琵琶湖のでっかいバスがスポーニング後にでっかいギルを変色して食べるで、見やすいところにギルが浮いてることが多い。例えばエビモ柱の塊や、大金ダボの柱の横とかにガバーと、特に古流のきつい日なのはウイドの柱のすぐ風下側にたくさんギルが固まっていく癖がある。そういうのを体力スポーニングで体力が回復したバスが変色してその中のでかいギルを食べるっていう癖があって、それをうまくそのより分けてでかいのから食わせるために、普通のトップよりもでかいギルタイプのやつを作ったんですけども、ということは4月5月6月ぐらいがメイン、ギルが浮くとき。そうですね、一番ベターは5月末ぐらいからなんですけども、夜とかになると、4月ぐらいから食うだろうと。ただメインとなるのはやはりそのスポーニングが少し終わりかけた頃からですね。テストも何回か同行してやってみたんだけど、これのその使い方、動かし方、これなんか肝がありそうでさ、やっぱり君の引くのを何回か見てたけど、いまいちちょっと把握しきれてないところがあるから、どんな引き方が効果的なのかなと思って。まずこのボディ、扁平したボディなんですけども、扁平してるからといってずっと横を向いて泳ぐとかそうではなし、実際これをゆっくりスローリトリーブすると水面がだいたいここら辺にある、ちょっと背中が出るぐらいで、プロペラがちょっと水面から出る、その状態でゆっくりリトリーブすると水面に浮いたままで肩倒れするようにまっすぐ置いてくる。その時にプロペラが中途半端に水面から出てるので、シャッカ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 と言いながら、ギルが例えばそのチュパッチュパッチュパッと水面を突っ飛ぶような感じと同じようにリズム的なそのシュパシュパ音。まずこの水面で誘って追尾したら少し潜らせてダートで食わすみたいな感じ。そうですね、見えてる場合とかその食わないとか状況が分かっている場合、ただ本当にバカバカ追ってる時ならばもう最初に出ちゃう。そうそう、ただ単にゆっくりシュッパシュッパシュッパボホーンと。ただ気をつけないといけないのが、水面にパカッて浮かべた場合、よくバスってギルのおでこが落ち着きたがるんですね。それを避けるためにフェザーフック。なるほど。でこれギルカラーなんですけども、ギルカラーの場合はお腹側にオレンジね。そう、婚姻色のオレンジね。婚姻色のオレンジ、このやらしいオレンジがまず食いやすくなる。あと尻尾は、ギルの尻尾に合わせたブラックにイエローテール、目立つ色ね、泳いでてもね。そう、よくこれその水中の中でギルとバスが泳いでるのを見分けるのに先っぽの色、をパッと見ると見分けやすいと思うんですけども、それを表すためにこういうツートンカラーのこういうのもともと売ってなかったので、なるほど、こういうのいいかなと思って作業したんですけども、あと機械の量に合わせてブラックとアユカラーを出してるんですけども、ブラックが暗い日でこちらの方が明るい日なんですね。普通だったら反対かと思うんですよね、明るい時に暗い色を使って暗い時に明るい色を使った方がいいんじゃないかと思うんだかもしれないんですけども、例えば日差しがない時、
朝夕とかまた夜とか、はいはい、特にちょっとおかっぱりで、まあ、黒はいいね。そう、夜釣りする人には下から見ると影が映りやすい真っ黒っていうのはやっぱりそのバスから、そうシルエットがはっきりして見やすい。でまあそういう時には黒がおすすめだと。逆にもうめちゃくちゃクリアで人クリアになってしまって丸見えだよとバスも、うん、そういう場合は逆にシルバーの方は魚から見て何かものを判断しにくい。ああ上見るとね。そうそうそう、なんかわけのわからないものが例えば水面の波紋だけしか見えないような状態になると。そういうのでこういうそのギルとはちょっと無縁の色をフィニッシュ。そうです。なるほど。まああの普通ならもう完全にシルバーにしてしまってもいいんですけども、まあそれだとちょっとあまり興味を引かないような色になってしまうので、あのあと背中の色とその分ける意味でもあのこういうアユカラーにしてみたんですけども。なるほど。これ結構まあ今で言うとそんなにビッグベイトでもないと思うんだけど結構ウエイトあるよねこれ。そうですね、これ、実際 50g ちょっとあるんですけども2オンス近くある、ね、そうですね、はい、でこれを投げるのがですねバサルトのビッグベイト用のロット、BTC711H っていうんですけども、特にこれおかっぱりでこのルアーをロングキャストするにはこのロットがおすすめです。なるほどね、ティップも柔らかいしね。そうですね、あとその竿を立てて巻くとちょっと早く巻いても潜りにくい。あ普通に寝かして巻くとその潜らせやすい。最初からもう潜らしたというか水面直下をこのぐらいの距離でもうここをヨタヨタって泳がすことも可能なんで、まあ、それはバスの状況によって例えば水面で安い時とかはもう本当にシュパ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 音を鳴らしながら泳がした方がいいかもしれないけども、そうじゃなしに水中の中に入ってないと食わないよっていう時は水中にロッドティップを少し突っ込んだ状態でちょっと早めに巻く。なるほど。ただ意図的なアクションを初めからつけるのではなくて追いかけてくるけど食ってこないよっていうような場合もチェイスのみみたいな。そうです。そういう場合はその変則アクションをする、ゆっくりゆっくり巻いて追いかけてくるのが分かったぐらいでちょっとずつ早く巻いてくる。そうするとアクションがだんだん変わってきて最終的にはそのエスケープアクションっていうのに出して水中へ行けるっていう形。スパッと逃げた時に、そうですね、口を使わせる。そう、まあ飛ばせやすい、使いやすい、あとそのシルエット的にギルっていうイメージがあるんで、まあ、とっつきやすいと。あとはそのたくさん投げて、自信を持って使うことが一番だと思います。それないよ。